なんかこうアットホームな感じがすごく多分楽しかったなってみんな言ってくれてた。 Please come to Philippines for concert. ああ、オポオポ、オンアポ。グストコポマポモントサフィリピンナスチャカマコンサルペロ、あ、なんて言えばいいんだっけ。あ、オポ。ヒンディ、マイニッポサフィリピンナスガヨン。お腹減ったおだって。まだ見てくれてんの？ありがとう。こんばんワンワンだって。ワンワン。ダーちゃんと一回も話したことないから、いつか行けた時にインスタライブ見てた子って覚えてくれるようにコメント頑張る。え、それ嬉しい。のんかちゃんね、覚える。のんか覚える。ありがとう。そうやってね、なんかこう努力してくれようとする、努力してくれる子とか、なんか何かのために頑張るって言ってくれることがすっごく嬉しいから、ダーもそれに応えれるように頑張るね。ありがとう、コメントしてくれて。また近々ダークに会える日を楽しみにしております。だって。もっちありがとう。待ってるからね、本当に。それまでにね、体調とか崩さず、お仕事もね、体無理せず。今日カンピがサダヲの声わからんなって言ってた。だって。ワンマンでループぶりにサダヲ見せに行くから驚かせような変化したよって。そうだよな。いや、マジで絶対驚かせる。そうやって久々に見てくれた子とかはマジで、ね、10月4日のワンマンライブはね、びっくりさせます。腰抜かせます。昨日ファミマでチケット取ってきたよ。だって。あ、ありがとう。チケット取ってきてくれたの？待ってるね、10月。ほんと気をつけて来てください、皆さんが。本当に、なんか10月4日のためにね、チケット買ってくれたり、お金をね、お金を出してくれたりとか、その時間帯を、開けてくれたりとか、本当交通手段とかもいろいろすごく皆さんはその日のための準備があると思うんですけど、本当に無事にそうやってしっかりと準備したものだったりとかが成功して、当日楽しい。眠たくなったから寝ます。だって。さあ、ダウもそろそろね、寝る準備しますね。そしたらみんなも寝るだろうしね。まあまあ、やばい報告しに来る。何何怖い。爆弾でも落とす気？怖い。だんだん半目になって思考回路が停止してまいりました。だって。寝てくる。ははは、バータッパ。おっぽ、バー。16、あ、違う、8、6時41分なんだ、フランス。あ、そうなんだ。ごめんなさいね。聞いといて返事の仕方がわからないっていう。英語を言うダオは本当に可愛いだって。Thank you. Thank you so much. Hello from Chile? Chile? Your Chile live Chile? Oh my god. So fantastic. Yeah. So beautiful. Beautiful world. I love you, サダオくんだって。Thank you so much. I love you too. Me too. Yeah. I'm so good. 無事に生まれたらイベント行くね。去年の横浜のイベントちょろっと行って用事あったからすぐ帰っちゃったから、初イベントになる。お、マジか。旦那が休みだったら旦那も連れて行って子供見てもらう予定だって。ダオたちにもね、子供ちゃんを見せに来てくださいね。会わせてください。フィリピンのお姉さんに作ってもらったスープもう一回食べたいんだけど、名前が分からなくて困ってる。どういうスープだった？特徴を教えてくれたら多分わかるよ。セニガンかな？なんかちょっと酸っぱい系ですか？来月韓国行くんだ。だって。え、マジ？ちょっと待って、行きたい。ずるい、行きたいな。もう韓国コスメもお洋服いっぱい買う。だって。いいね。爆買いしておいでね。楽しんでおいでね。眠れなくて戻ってきた。おかえり。お帰りなさい。ダオはそろそろでも寝るよ。ダオちゃん、明日は何するの？明日はママがね、ママと時間が合うから、明日ね、僕のテレビじゃない、なんだっけこれ、テーブル？テーブルが壊れちゃって、だから、そのテーブルを一緒に買いに行くんですよね。で、その後夕方から僕たちリハーサルがあって、だからそのまでの時間はママと過ごします、明日は。会える時に会わないと、
ね、やっぱダメだなと思って。ダークパープルにしました。だって、絶対可愛いじゃん、ダークパープルって。最近パープル系の髪の毛の子多いよね。ダークに覚えてもらえるようにもっと会いに行くね。だって、ありがとう。もうそのね、気持ちをね、大事にね。あの、本当ダウも最近おじさんになってきてさ、脳みそが24歳になってさ、やっぱ昔よりもさ、こうなんかすぐに記憶飛んじゃったりするんですけど、でもそんなダウもね、こう皆さんにとってやっぱ覚えてほしいとか、そういうことに応えていけるようにも。 Do you like Brazil? Yes! Yes, I'm like ダウ君の英語の発音素晴らしいです。あ、ねえ、シェイン君来てくれてる。うわ、ま、え、イケメンさんです。ありがとうございます。え、てか僕マジで英語が本当にできなくてわかんないんですよ。シェインくんだ。結構前からね、インスタとか繋がってますもんね。ありがとう。なんか覚えてるのが、僕がリメイクしたジャケットのインスタ写真載せたら、それになんか反応してくれて、コメントしてくれたのを覚えてますよ。ありがとう。I love you so much. Thank you so much. I love you too.ハンガリーに行ったことありますか？ No, 行ったことないです。またミユと会いに行くね。だって会いに来て待ってるよ。10月4日絶対来て、本当に。10月4日さ、みんな何してんの？来てくれる子はさ、来てくれると思うんだけど、逆にさ、まだ行く予定じゃない子たちは何してる？仕事？学校？だから本当に Do you like Russia? YesYes, yes, yes. So, so big love. 10月4日、運動会前日で休みなくていけ、そうなんだ。運動会なのか。その前日なんだね。ただいまバグリと戦ってた。あ、そうなの？ I'm cute もマグサリタなタガロン。サラマッポカス、ニョンタガロコポカセ、サベニママニョンタガロコモブルブルナカセサベニママコポ。佐田尾さんに聞きたいことがあったけど、今度直接話せるときに聞きますね。だって、あ、ぜひぜひ話そう。また前のコメント、嘘、マジか、全然。ちょっと待って、あ、シニガン、シニガンだった、当てた、よかった。優しいな。だって優しいでしょ、ダオちゃん。みんなはそんな優しいダオのことが好きなんだよね。ありがとう。全然読めてないね、ごめんね。毎日投稿お疲れ様だよ。最近家族との時間が多いみたいで安心です。無理せず体調崩さないことがサダオの一番の仕事だからね。まあまあ、まであと少し頑張れおじさん。おい、最後のおじさん、もう頑張れるわ、おじさん頑張る。毎日 YouTube 投稿してくれる努力家のダオくん尊敬してます。だって、ねえ、ちょっと待って、泣いちゃうからやめよう。まだ1ヶ月終わってないから。僕、一応、毎日投稿は10月の3日まで。ワンマンライブの前までやります。ギリギリまで。だから、それまでたくさんの方に発信し続けるので、確かにみんなが思ってる以上に、僕が思って、大変なんだなってめっちゃ思って、けど、妥協はしたくないし、諦めたくないから、ちょっとの期間、ちょっと体調崩してた時期もあったんですけど、その時もやっぱり動画を出さないとっていうか、出したいって気持ちで、ちょっと遅い時間になったりとかして出したりとかもしてた時あったし、でもまだまだね、ここからまだやりたい、出したい動画とかあるから、それを撮ってみんなに発信できるように頑張ります。押し上げの断然の話したら、あーってなってくれてありがとう。あ、ありがとう、はるかちゃんだよね。ありがとう。来てくれてありがとうね、今日めっちゃ嬉しかったです、本当に。
覚えてもらうためにインスタも YouTube も毎回コメントしてるし、インスタライブでもコメントしてる。どうしてもちゃんと認知されたくてトップが変えられないだって。でもね、トップが覚えてるよ本当に。ありがとう、いつもコメントしてくれてるのもね、ちゃんと気づいてるし分かってるよ本当に。ありがとうね、 I love you so much, thank you、ね、やっぱすごいな、みんなの愛って偉大だな。 I love you so much, ダオ君、 you are the cutest, thank youOh my god, I love you. Big love, yeah! じゃあ皆さん、そろそろね、ちょっとコメント最後まで。え、4日空いてるの？来てよ、4日。みのりん、久しぶりなんだから来て。絶対来てほしい。ハーフフィリピンのか？あ、ヒンディーポー、クォーターポー、クォーター？クォーター？あー、ジャパンチャカサフィリピンのスポチャカユンチャイニーズチャイニーズポあ、そっか、来れないのか。アンチヒーロー楽しみすぎ、マジで楽しみにしてて。24歳でおじさんだったらはるかに年上の私はどうなるんですか。お姫様。最後の最後まで頑張れだって。ありがとうみんな、ありがとうね。一緒にね、達成感達成して頑張る。練習とか大変そうだけど頑張ってね、ファイティンだって。ありがとう、ファイティン、頑張る。会いに行けなくてもサダオさんって相変わらず偉大な人なのよだって。ありがとう、やっぱりサダオだな、だってやっぱりそう思ってくれるのってすごい嬉しいよな。なんか一周回ってやっぱサダオだなってなるのってすごいことだと思うの、自分の中でも。あ、ねえ、豚の歯磨きさ、今マネージャーさんに預けちゃっててさ、なんかあのイベントの日さ、バッグちっちゃくてさ、豚さんの歯磨きが入らなくてマネージャーさんに預けちゃったから、ちょっ と渡してもらうの忘れてた。イベントライブ行きたい時に行けない悔しさ、社会人になって痛感しただって。そうだよね、なんかこう自分のやりたいことだったりとか夢のためにやるにはやっぱ何かを妥協っていうか、こうなんていうの、諦めることも大事だと思うし、それが叶うことはなかなかね難しいこともあると思うけど、でも絶対にそれを選んだことは間違ってないと思う。どんな結果であっても自分がそれを決断したことには絶対自信を持ってほしいし、諦めるってなってもそれはマイナスなことじゃなくて全部プラスなことだと思って。なんかすごいアニメが始まった戦うアニメが始まった。そう、行こうかなって、来てほしいよ、来て、お願い。 Say Yasmin 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 please Yasmin Thank you。 タクちゃんにサダオとご飯行ってあげてくださいって言ったで、だって。あ、え、タクちゃんってあのタクちゃん、嘘、行きたいんですけど、会いたいです。この間の渋谷のイベント本当に楽しかったです、だって。ありがとうございます、楽しかったって言ってもらえるのはすごく嬉しいです、本当に。私はファンの子のためにたくさん動画上げてくれたり、名前とかみんなの覚えてくれてて本当に尊敬してるし、受験とかでストレスすごいけど、ダオちゃんのインスタライブでいつも元気もらってる。とりあえず高校合格できるように受験勉強頑張るから、それまで待っててね、だって。でもね、受験勉強も本当に大変だし、僕はそういうことをさ、わからないというか、してこなかったすごくあんまり、なんか、同じ気持ちで分かってあげられないことの方が多いけど、でもやっぱこう、DAO がしてる、その毎日投稿とか、こうやってインスタライブとか動画配信とか、なんかみんなの交流、みんなでの交流、みんなとの交流をもっと本当にし続けて、継続してずっとやり続けると思うし、あのそうやってね、同じ気持ちが分かってあげられなくてもみんなのことを背中を押してあげてるっていうか、背中を押してる気持ちはめちゃくちゃあるから、だからなんか
そうやってみんなにとってパワーになれてたらすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。みんな本当にやばいわ、みんなの愛が嬉しい。やだーさーありがとうありがとう、みんな本当にありがとう。なんかありがとうって何回言ってもなんかこう綺麗な言葉だよね。なんかありがとうってさ、なんかどんなのどんな感情で言ってもさ、やっぱ素敵な言葉じゃん。だからなんかね、僕すごい好きな言葉なんですよ、ありがとうって。でしかもありがとうってなかなか言えるようで言えないこともあるし、その環境によってか言えないこともあるから、人で居続けたいなって思います。本当にね、10月4日のワンマンライブはみんなに、僕たちにとってもすごく大きな分岐点になると思うし、まあ、何ヶ月前からも発表してずっとそれに向けて今リハーサルもずっとやってるから、新曲なんて今までだってライブでこんなに新曲やったのなんて初めてだってぐらいのライブになると思うし、いろんな6人の姿、そしてダンサーさんだったりとかのそのパワーアップした姿とかも本当に見に来てもらわないと伝わらないと思うんですよ。どんなに僕たちが来てほしいって言って見に来てくれるっていうか、その会場で、同じ会場で同じ空間で共有できた方がやっぱり伝わることもある。今日もやっぱ話すイベントだったんですけど、やっぱ直接お話しするのと SNS とかでこう伝えるのとだと、やっぱ伝え方のこのなんていうのかなが変わるというか、だから僕はまあでもそれでも SNS でも僕はずっとこう伝え続けるし、いっぱいみんなに感謝を気持ちを伝えていきたいと思うので、だから僕は本当に言葉がうまくまとまらないんですけど、本当にみんなのことを常に考えてこれからもお仕事頑張っていこうと思います。 Yeah。 あ、ライアンありがとう、遅い時間まで起きてるな、ありがとうライアン。また YouTube 撮ろうライアン。だからもし迷ってる方がいたりとかしたら絶対に来てほしいです、10月4日で。これをね、こう英語とか僕はあまり喋れないから、なんか海外で見てくれてるファンの方とかにもこの僕の気持ちが伝わらないっていうのがすごく悔しいから、ちょっと英会話頑張る、英会話行くわ。本当に10月4日のライブ終わってから英会話行くって決めました。先輩 I love you ありがとう、 Thank you so much。 He says sizeHe doesn't know to explain it, but thank you everyone. Thank you, ありがとう。ありがとうございます。Google 先生に略してもらおうなんて、確かに。ちょっと英語のできる友達とかいるから、その子とかに教わって頑張っていこうかなって思います。よし、じゃあそれぞれみんなもね、遅い時間まで起きてて大変だと思うので、そろそろお休みタイムに参りましょう。みんな Good night, good night. Thank you for coming Insta live. Thank you. まーちゃん、あれ気づいたらマオがいない Thank you, bye bye. Bye bye.ライブ行くわ、ありがとう。こうやって一人でもね、行きたい、行こうって思ってもらえることがすごく嬉しいです、ありがとう。 Thank you、 ありがとう、みんな Good night、 おやすみなさい。 Have a good day, have a good night. Thank you so much. Thank you for commentサラマッポー、シェシェ、 Thank you、 オーラXOX、 Thank you so much、 I love you too、 Me too、 Good night、 Thank you。
おやすみなさい。ありがとうございました。またね。バイバイ。